ちま。おはよう。珍しく遅めだね。おはよう。よ、おはよう。おっす。おはよう。うん。ようやく立花の顔をまともに見られるようになってきた。よかった。あんまりぎこちなくしてたら周囲に何があったかバレてしまう。さくらちゃん元気だった頃って言ってたから、まだあれか、あの事件の前だよな。風間、やっぱり立花と喋る時だけそわそわしてる。え、でもなんかエッチした後みたいな感じ、ん？違うのかな。あ、とりあえず事件の後なのか。なんだろう、前みたいに嫌っている感じじゃないし、その逆、恋しちゃった。うん、なるほど、後なのか。ねえ、今日の風ってめっちゃ夏っぽくない？なんだその話題。でも確かになんかちょっと暑かったかも。うん、ああだな、もう5月も終わるもんな。幼稚園は甲子園の練習とかしなくていいの？野球部の練習はしてるけど甲子園の練習はしてねえな。砂とか持って帰る練習みたいな？ねえよ。いや、あってもいいかも。よくねえよ。やだそんなの、不毛でしょ。どうせ練習すんならマウンドに立つ方で行こうよ。だよな、風間、お前いいこと言うな。別に普通のこと言ってるだけでしょ。私も泳ぐの好きだしさ、陽一も思いっきり体を動かせばいいんだよ。だな、やるっきゃねえか。ま、ベンチなんだけどな。やっぱりそうか、だいたいあのその頃のっていう意味だったのか。おはぎセラピー。ああ。なるほど、じゃあさっきの事件はあのあれか、一部を見せてっていう、そういうのあるよね、そういう。また金子さんに迷惑かけちゃう。私ってなんでこんなに鈍いのかな。うん、こっちは相変わらずか。あー、やっぱ死後になる。ん？どうなるんだろう、この事件解決するのかな、それとも後になるのかな、もしかして最終章とかであの解明されるみたいな感じになるのかな。ほんでなんかとりあえずあれで一章は終わって、で館の話になるみたいな感じなのかな、わかんねえけど。軽いじり。純粋すぎる。罪悪感とかわかんのかね。あ、立花くんだ。
大丈夫かな。そんな顔だったんだ。でも、わかる気がする。私もなんか痛いよ。どこかはわからないけど。私の体、私のじゃないみたい。なんか無理やり集めたみたいにギシギシしてる。うまく動かない。いつからこんなになってるんだっけ。うん、どうしちゃったんだろう。あとでさくらちゃんに聞いてもらおうかな。前もよく聞くのど飴とか痛くない歯医者さんとか教えてくれたし。ん？まあ、ただ何度こんな思いをしたら私ちゃんとわかるんだろう。さくらちゃんはもう、うん、ももちゃんもう終わったの？すごいね。余裕だね。ごめんなさい。ぼーっとしてたの。金子またおめえか。また頭がピーマンになってた？何それ、どういうことよ。空っぽってことか。懐かしい。私もお母さんによく注意されたわ。子供の頃ってさ、口開けてバカみたいにあっちの世界に飛んじゃうことあるでしょ。そうそう、そういう時頭の中がピーマンなのって闇言われてね。ああ、そっか、わかったわかった。ピーマンって中身なくって空っぽだから。なんでそうはっきり言っちゃうかな。ももちゃんかわいそうでしょ。ゴミだなこいつ。うん、大丈夫。どうしてだろう。何言われてるのかよくわからないのに頭重いし、さくらちゃんのことどんどん思い出しちゃうし、なんか泣きたくなってくるよ。そっか、私本当はさくらちゃんのことだけ考えてたいんだ。他のことは何にもしたくないんだ。さくらちゃんがどうして死んでしまったのか、さくらちゃんのために今からできることってきっとそれしかないから。今はそれだけ考えていたいんだ。うん、区切り。最後聞こえちゃったかな。ほう。そうだったのか。そうだった、見てたっつってたもんな。二人とも落ちる瞬間を見てたんだ。
ああ、黒い髪を乗り出した。うわあ、そうなの。そらそうだよ。うん。プール。なるほどね。うんうん。何もおかしなところはないよね。ってことは。よかった。やっぱりみんなは犯人じゃないね。うん。さくらちゃんを突き落とした人がグラウンドに来ようと思ったらもっと時間かかるもんね。みんなには無理だよ。突き落としたんじゃないのか。ああ、本当によかった。人を疑うのって息が詰まりそう。探偵さんって大変なんだね。うん。なるほどね。むむむ。警察。まあな。うん。なじみのけ、まあな。コナン君みたいには。さっぱりか。うん。いないのか。死んでしまった後のこと。さくらちゃんは自殺なんかしない。私信じているからね。うん。うん？どうしたの？たちもぼーっとして妖怪ポヤットさんのシャボン玉に当たっちゃった。肛門のところでぷかぷかいっぱい吹かしてたもんね。なんだそれ、ポヤットさん初めて聞いた。あ、窓の外から見てる紫色の人は幻だよ。
絶対に目を合わせちゃいけないよ。絶対だよ。紫ババ、なんだ、立花が何か言い出すなんて珍しいな。まさか例のエロ本の件を今更暴露するとか。確かにまだ貸してなかったけど、あんなことあったしさ、ちょっとそういう気分にならないっしょ。本当だよな。何立花、なんか話あんの？モモ？モモがどうかしたの？ん？食いつきが。ああ、そういうことか。ももか、容量悪いけど胸は悪くないな。なんか毛並みがモフモフした子犬みたいで可愛いし。おっぱいでかいよな。範囲を今から移動させるなんてできるのか？できるのなら別にそれでもいいけど。うん。モモ？私はいいよ。ちょっとね、目の届くとこに置いときたいですね。でもつれえよな、今の見てんの。風間が立花の提案に乗っている。やっぱり恋しちゃったからか。意外だな。何がきっかけなんだろう。わかりやすいね。こんだけ変わると。体操服が見つかったのはモモのおかげでもある。あの子が覚えていてくれたから。それになんか金子さんがモモをパシらせてるの見ていて微妙にイライラする。夏希ちゃんかだよな。そうなんだ。まあ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 、うん、うん、ねえ、みんなはどう？よかったら私担任に行ってくるよ。ゆり子ちゃんとかはねえ、さあやちゃんとかはまあ何も言わんだろう。陽一もか。まあみんな賛成してくれんじゃないか。ああ、いいんじゃね。俺も反対はしないけど。ん？何よ、シュンタ。言いたいことがあるなら言いなさいよ。いや別に。本当反対はしないよ。ただ班の全員が揃ってから決めたら。揃ってから。あれ、そういえばユリリは？なんだろう、なんかあんのかな。あ、私に何か用？あら、今日も美しい。噂をすればなんとやら。うん、面白いな。ちょうどよかった。ねえユリコ、モモをうちの班に呼びたいの、どう思う？モカさんをうちの班に？そうね、いいんじゃないかしら。うん、まあ金子たちもね、うん、別にいいんじゃねみたいな。厄介払いができるぐらいだろう、せいぜい。あの班、あんまりいい雰囲気に見えない。うちの班なら、モモももっと楽しくやれるのではないか。だったらさ、今から職員室行って先生に言おう。カズマも一緒に行こう、班長なんだから。班長なの？え、知らなかったの？班長はお前さんだよ。そうだったのか、俺も知らなかった。そういうのゆり子ちゃんだと思ったけど、うん、あんたにはちゃんと言ったわよ。そうだっけ。ああ、陽一にってことか。あ、その本来は雪本さんだったんだけど、あんなことになったから新しく決めることになって。なんで本人の預かり知らんとこで決めてんの？先生にこそっと聞かれて、その場で私が決めたの。
消去法であんたしかいなかったのよ。消去法？あ、部活とかそういうのか。帰宅部でしょあんた。私や陽一は大会の時期忙しいし、ゆり子だって文化祭があるし、俊太もどっか入るかもしれないし。ちょっと待って、サーヤちゃんは？サーヤに任せられると思う？班長権限で何でもかんでもオカルトまみれにされちゃうわよ。でしょ、ナッキー。おう。あんたって自覚があるあたりがタチ悪いわよね。てっきり立花くんが了承したのかと思ってたわ。そういうことは勝手に決めたらダメよ。そらそうだな、まあ、みんな部活で忙しいよな、確かに。ああ、うん、そうだね、ごめん。まあでも信頼してくれたからこそのあれなんだ。立花くん、自己承諾で申し訳ないけどお願いできるかしら。もちろん立花くんに何もかも丸投げしたりなんてしないから。うん。まあな。黒月か立花かって言ったら立花だろうな。まあ立花ならなんだかんだうまくやりそうだ。普段は頼りないけど、体操服盗難事件の時はビシッと決めてた。ああいう非常事態の時こそ人間の進化が見えるってものだ。めっちゃ評価されてるぞ。別にあんたがテキパキ動いてグイグイ引っ張ってくれるなんて誰も期待してないから、適当に頼むわよ。うい。うん。職員室なら今行ってきたところよ。班長さんにこれを渡しておくわね。半合宿の行き先？うわ、そんなのあったっけ。合宿。ああ、それ結局課題案も希望コースも提出できなかったやつ。そういう場合ってどうなっちゃうの？うん、だってな、それどこっちゃなかったかんな。もしかして合宿なし？んなわけないだろ。もしかして行き先勝手に決められた？まあそうでしょうな。決められちゃったわね。もし本当にモカさんをうちの班に迎えるなら、この合宿が初イベントになるわ。さて、というわけでキリが良いので切ってしまいますか。なんだ切ってしまいますか。その通りになったと。なるほどな。とりあえずどうなんだろうな、このまんま館に行ってみたいな流れなのか。じゃあ一旦雪本さんの件は交流通貨置いとく感じになるのかね。